ジェームズ・プリンセプ、ジェームズ・プリンセプは、イギリスの東洋学者。インドで、貨幣検査官としての仕事をする傍ら、ベンガルアジア協会法の総刊号からの、編集者として活躍した。特に古代インドのカローシティー文字とブラーフミー文字の、解読によって知られる。ジェームズ・プリンセプは、ジョン・プリンセプの7男として、ロンドンで生まれた。父のジョンは、インドの貿易商人であり、 その関係で、ジェームズの兄弟は、多くが、カルカッタで働いた。ジェームズも20歳で、カルカッタ造兵局の貨幣検査官としての仕事を得て、1819年に、赴任し、東洋学者としても有名な、ウィルソンの下で働いた。翌年、ベナレス造兵局に移ったが、1830年に、ベナレス造兵局が廃止されると、カルカッタ造兵局に戻った。 貨幣検査官としては1835年の統一ルピーの制定に関わった。プリンセップは貨幣検査官になる前は建築家になるための勉強をしており、ベナレスで造幣局や教会などの建築を行った。カルカッタで土木事業を行っていた弟のトーマスが1830年に落馬によって休止すると、その仕事も引き継いで運河の改作にも関わった。 また、インドの風景画を数多く描いている。プリンセップはさらに、ベンガルアジア協会の初期となり、その機関紙である、ベンガルアジア協会法では1832年の創刊号から編集に当たっただけでなく、自らインドの貨幣や歴史的遺物に関する記事を書いた。プリンセップは、王立協会のフェローであった。過労で健康を損ない、 1838年11月に仕事を辞めてイギリスに帰国したが、1840年に脳梗塞で没した。プリンセプの書いたインドの貨幣などに関する論文は、没後の1858年に、エッセイズ・オン・インディアン・アンティキティスという書物にまとめられた。プリンセプは表にギリシア文字、裏に、 カローシティ文字で書かれた古い貨幣の国文を手がかりに、カローシティ文字の解読を行い、1835年に解読結果を公表した。はじめは誤りが多かったが、1838年には大きく改良された版を公表している。なお、カローシティ文字で書かれたアショーカオー文は、プリンセプーの生前には知られていなかった。ブラーフミー文字については、 1837年にサンチーのストーパの国文を検討し、最後にしばしば現れる号、をきちんと考え、その一つ前にしばしば現れる字を続格の差であると考えた。残りはインドの他の小文字との類似によって直ちに解読できたという。解読結果を貨幣の国文や消化を非文に応用して問題なく読めることを確認した。 また1838年には、ギルナールトゲンオリッサ州の通りのアショーカを、マガイヒブンを比較して、両者の内容は同じだが言語が異なること、ギリシア人の王、アンティオコスやエジプトのプトレマイオスの名が見えることを明らかにした。ありがとうございます。